はい皆様こんにちは「もう姫のサブチャンネル「ボンバーもう姫へようこそこのチャンネルでは有名人芸能人時事ネタのリーディングをしておりますさて今日なんですけれどもトランプ前大統領とバイデン氏の今の時点での大統領選挙 どうなるのかどちらの方が優勢なのかそうじゃないのかというのを見ていきたいと思いますはいこちらカードシャッフルしてるんですけれども、まあ、もう一度カードを切りましょうはいじゃあ早速見ていきますねあの左側がバイデン氏 右側がトランプ前大統領どちらが優位になるのかはいじゃあ見ていきましょうまずは <laughs> はい過去のカード死神が出ましたねすごいなはいそしてうん今コインの7。 何、うん、て言うんでしょう,こうゴールを目指して今もう一回こう作戦を練り始めているとかまあそんな状態そして未来が運命の輪のリバースが出て、うん、はいそしてコインの10のリバースも出てます。まあ、こちらバイデン氏 さあこれがコインのクイーンのリバースが出ましたはいそしてトランプ前大統領がワンドの4のリバースおお今のところあちょっとどうかな今のところえー、っとカードを このまま結論で置いてもいいんだけど、一枚ずつ置いていこうかなと思ってます。じゃあ一枚ずつ置いて、ソードの中のリバース。うん、そしてここが世界のリバースかー。 うーんちょっとねトランプ前大統領なんかねどっちもねこうきなんかしんどい感じがするんですよ他に誰が出るんですかねそしてここに出たのが接戦のリバースかあちょっとこれ答えが出なかったなうんちょっと待ってくださいね補助カードがコインの4が出て。 うのクイーンが出ましたねうーん、はい、なんかここかな運命の輪のリバースが出てるので、まあ、この数ヶ月以内にお互いにとってこう不利な情報が出たりとか なんかそんなそんなものがあるような気がするでもしかしたらこうそうこ,こに誰かなんか追加で出てくる人もいるのかな大統領選にで今のところなんですけれどもこうバイデン氏もトランプ前大統領もこうまだこう地盤固めというかこうきちんとこう。 なんか票獲得までつながってないような気がするんですねいわゆるこうどうしようかっていう層の方がたくさんいるような気がするで,で今のところカードを増やしてみたんだけれどもうなんかこうどっちも違うのかなって感じでなんか女性が出てくるのかなっていうふうに今の段階では出たかな。 なので、まあ、こ,こ,のここ数ヶ月で何か大きな出来事があってこのお二人にとっていわゆるこうデメリットと思うようなことがあるのかもしれません。あとは、まあ、アドバイスがコインの10が出ているのでリバースでなので資金不足とか、まあ、お金を持ってる方が勝ちとか。 もしくは他に候補者が出てくるのかなっていうのが今の段階ですまたあのこれはもし例えば候補者が3人になったら、まあ、3人の流れで見ていきたいと思うんですけれども今はなんかこうこの2人じゃないのかなっていう感じが出ています。 はいこれが今日のリーディングとなります。